皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はボンド大宮からカスタマイズした車両をご紹介したいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今回は黒黒青ときて黄色っていう、黄色ですね黄色も黄色でもう巻き木じゃないですか。黒一辺倒じゃない大宮店です今回すごいですね。これ今回やっぱもう派手に、さらに雨っぽい感じというか、確かに、うん、ある意味振り切れちゃってますね。まあそうね、すごいですねこれ。迫力を追求した感じになってます。はい。で車がアベンタ S、 アベンタドル S ですね、はい、今回はどんなカスタマイズを。今回は注文いただきましたのはホイールですね。あとはマフラー。なるほど、はい、ホイールがいただきました。もうかなり人気の、はい、そうですね、もう日本で一番売れてんじゃないかっていう BC フォージドですね。単造ホイールですね、はい、ちょうど富山さんいい T シャツ着てますね。こうあえてちょっとアナーキー着てたんですけど、はい、ちょっと BC なんで、はい、BC の方がいいだろうと思って BC 着させていただきました。もうガッチガッチの宣伝です、はい、T シャツ販売してますんで、はい、よければでホイールがこちらが、はい、デザインがHCS21S ってオイルなんですね、はい、これ削りまたすごいですね。なんかそうですね、まあ、ブラッシュドブラッシュドっていう感じの組み合わせで、リムが、ブラッシュドゴールド、ディスクは、まあ、ロイヤルゴールド。ちょっと同じゴールドなんですけどちょっとトーンを変えてるんですね。ちょっと濃淡が違うカラーリングですね。でピアスはまあ、ブルーのチタン風というか、はい、ちょっとチタンの焼け色みたいな、はい、そうですね。なるほど、はい、もう本当にできることをもう目いっぱいやってる感じの。そうですね、はい、そうですね、もうワンオフならではな感じのホイールになってます、ね、迫力出す感じで肉抜きなんかもかなりしてあるんで、うんうん、まあ、このレーシーな感じのアベンタに合ってますよね。合ってますね。スーパーカーの足元にぴったりな。で HCS BC の、 ホームページのトップも HCS だよね。あ、そうでしたっけ。なるほど、まあ、まあ本当に、まあ、定番でありつつ結構攻めた、うん、はい、スポークももうリムギリギリまで伸びてるんで、まあ、大きくも見えますしね。そうですね、まあスーパーカーに合うホイールじゃないかなと思います。なるほど。で、まあ、5月だったんで、ね、キャップは純正のキャップを、なるほど、今回取り付けできるように、まあ、ちょっとオプションとなりますけど純正ホイールキャップ加工っていうのかなのオプションを組み合わせて作ってあります。このギャップが好きです僕、はい、このどう見ても純正じゃないホイールに純正キャップをつけるっていう、はい、昔よくその車外ホイールに純正キャップをボンドボディにいた時に加工してなんとか純正キャップ作ってくれるっていうのよくやりましたけど、まあ今はこのホイールメーカーでやってくれるんで苦労せずにというか、なるほど、まあ、オプションで設定できるようになったんで良かったですけど、まあ、そんな仕様になってる、はいはい、車高はこれ今回触ってないんですね。今回ノーマルのままですね。なるほど、はい、まあ、今後いろんなカスタム計画を練っていきましょうということで、まあ、ローダウンももちろんちょっと下げたいですね。そうですね、はい、まあ、でも順番的にはまあちょっとホイールを入れて見て見てそれから触るっていうのはまあ一番間違いない方法で、やっぱりその車高一番心配なのはやっぱ車高、うん、まあ、これスーパーカー乗ってるお客さん一番そうだと思うんですけど、まあ、下げてどれぐらいになるの、まあ、ホイールどれ入れてどれぐらいになるのってやっぱそういう心配があると思うんで、まあもちろん徐々にでも全然そうですね、いいと思いますし、長く車を楽しむってことで言えば、まあ、ゆっくりカスタムするっていうのはまあ一番いい方法だと思います。なるほど、はいはい、そして後ろも当然同じホイールなんですけれども、そうですね、フロント20で後ろ21で、そしてアベンタの場合太さがもう全然違うじゃないですか。そうですね、はい、フロントが255でしたっけ。そう、はい、ホイールもフロントが 9J、はい、後ろは 13J 13J、はい、普通ですね。もうここすっごいこう、はい、後ろから見るともう筒タル、これだからなんかちょっと同じデザインですけど、ちょっとこうキャラクターがちょっと違うというか、でまあ1インチ大きい分ちょっとまあこの辺も長くなってますけど、そうっすね、コンケーブって言ってこの逆反りも効いてますし、うん、これそうですね、このまま程よくローダウンできたら、うん、まあ、ちょうどいい感じに、いいっすね、うん、これボディの黄色とこの足元の巻きっきにするんじゃなくて、そうですね、まあ、ちょっと、そうですね、はい、変えてあるのがまた、まあ、キャリパーがやっぱそのボディ色と同じ黄色なんで、はいはい、まあまあベタっとしてない、ちゃんとこう立体感が出てるっていう、一応メリハリをつけるっていうところで、なるほど、
で今回はなんとマフラーも交換してるってことで、はい、レーシングサウンドが聞けるわけですね。これはい、バンパープロテクター。あ、これもつけてるんですか。これもつけてます。これやっぱりそのアベンタ大体そうですけど、やっぱここがやっぱ焦げるっていうか、皮膚ですよね、茶色くなっちゃって、はい、黄ばんだりするんで、まあ、これやっぱつけといた方が、まあ、いろいろ、ああなるほどなるほど、車両をいたわる感じで言うとやっぱつけてる方がいいかな。まあ、ダメージ食らってもこれだけ交換すれば、そうですね、はい、よくなりますからね、はい、まあ、もちろん大したことない金額とは言わないですけど、はい、まあカーボンなんでね。あ、なるほど、まあ、でもまあまあユーザー、ユーザー買い替えるっていう量も全然ですね。よくあの走り屋なんかアルミの板ついてますけど、そうですね、さすがにこの車でそれやるわけいかないですよね。まあまあもちろん、カーボンの、周りのカーボンなんで、このカーボンの、このファイヤープロテクターっていうか、あるんですね。ある、いいですねこれ、実用性も兼ねてます、はい、こんな感じでしょうか、はい、でまあ、うちではやってないですけど、まあ、リアスポイラーとか、はい、あ、プロテクション、プロテクション全部なるほど貼ってあるんで、まあ、かなり、まあまあ、手が入ってますね。傷にも強いでしょうし。なるほど、レアスポもかっこいいですねこれ。そうですね、なんか SV みたいな、うん、はい、まあ、今回もいい感じで仕上がってると思います。あと中もちょっと見てみていいですか。どうぞ。中もまたこれこう車の統一感がボディ、ね、ホイール、ブレーキ、うん、そして内装も黄色っていう、こう中がね、真っ黄色じゃないっていうのが、まあ、あ、そうですね、いいかなと思って、その黒とコンビで、だから本当に真っ黄にするんじゃなくて、うん、ちゃんとところどころこう、そうですね、まあ、黄色ってやっぱすごくやっぱ強い色なんで、これが真っ黄になっちゃうと結構この目が痛くなるような黄色にも見えるし、まあ、ボディ黄色で中黒でコンビでちょうどいいんじゃないかなと思いますね。なるほど、これ目立ちますね、うん、振り返りますねこれ。そうですね、でまあカーボンもまあ外装に程よく入ってますし、はい、ですよね、うん、外装もサイドステップもバランスいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回はボンド大宮でカスタマイズさせていただいたアベンタドール S をご紹介させていただいたんですけれども、これホイールってあのセンターロックの SVJ とかああいうのも作れるんですよね。もちろん作れます、ね、はい、はい、ランボルギーニだけじゃなくて、はい、もうフェラーリでも、もう、はい、あの車種問わずですね、PCD からオフセットで全部作れるので、かなりご希望に沿うホイールが作れるんじゃないかと。もうインチもデズラも、そうですね、そうです、まあ色もそうですし、やっぱ選ぶ、まあ、デザインも多いし、まあ、あのフィニッシュカラーもこの幅広いんで、まあ、逆にありすぎて迷うっていうぐらいあるんで、まあ、希望のものっていうのはちゃんと出会えるんじゃないかと。じゃあ今回みたいにもう派手にこうアメリカに走ってそうな感じにも作れるし、ね、運転席からこう太い腕が出てきて、もう激渋な感じでも作れますし、そうですね、はい、うん、もう自由自在にあらゆることができると思いますので、そういうことですね、はいはい、ぜひボンド大宮にご相談ください、はい、よろしくお願いします、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。